肘先生ですね、いるコツ知らなかったんですよ。そう、僕らは同じ慶應義塾大学文学部英米文学専攻ですね。で、関先生は同じ英語学のゼミで、肘先生は別の英語学のゼミですね。さあ、始まりました。もちゃチャンネルです。さあ、なんでこんなですね、夜9時にね、動画出るんだと思うんですが、先ほどというか、まあ、同時刻なんですけども、武田塾チャンネルの方ですね、僕とひじい先生のね、対談動画、対談というか、まあ、ひじい先生の参考書を紹介するですね、動画が出ています。初めて僕が司会側に回ってるやつですね。なんか右左で司会の席ってね、違うらしいんですよ。なんで、いつも僕はゲスト側の席にね、座って、でやってるんですけども、初めて MC 側のですね、席に座ってやってるんですよね。まあ武田塾チャンネルで出てるので、ぜひ見てもらえればなと思うんですが、はい、そんな肘先生からですね、プレゼント届きましたので開けてみたいと思います。ありがとうございます、送っていただきまして。あ、はい、肘先生の新刊でございまして、大学入試すぐわかる英文法をいただきました。はい。いや、すごい。この厚さ、半端ないですね。その対談の時も見たんですけど、すごいようです。あー、すごい、お手紙までいただきました。次、ありがとうございましたっていうね。そうなんですよ。まあ、ここにお手紙にもですね、書いていただいてるんですが、肘先生、僕がですね、いるコツ知らなかったんですよ。中森先生には言ってあったというか、中森先生が、肘先生今度来るんですよって言ったんで、ああ、じゃあ、その時行きますよって言って、日付と時間を聞いてたんですよ。ちょうどね、時間があったんですよ。僕は仕事に行く前の時間に、セミナーだったんで、確かに、そのセミナーの時間の前に、肘先生がちょうど来るっていうので、行ったんですよね。で、まあ、スタジオには先に僕入ってたんで、スタジオで一人動画編集してて、で、中森先生来て、で、肘先生入ってきた時に、よろしくお願いしますっていう感じで、肘先生が入ってきて、おーみたいな感じで、あれどうしたんですかみたいな感じでですね。まあ、カメラ回ってなかったですけど、プチドッキリです。はい。ドッキリ。肘先生にドッキリを仕掛けた感じになります。はい。で、すごいね、まあ、温かい、メッセージをいただきましてね、本当に、この場を借りて本当にね、ありがとうございました。で、動画の中でも、その、肘先生が言ってるんですけど、そう、僕ら、同じ、慶應義塾大学文学部、英米文学専攻ですね。だ、関先生もね、慶應義塾大学文学部、英米文学専攻ですね。で、関先生は同じ、英語学のゼミ。で、肘先生は、別の英語学のゼミですね。なんで、みんな英語学のゼミなんですよ。それでね、結構ね、面白いですよ。カメラ回ってないところで聞いた話は結構面白かったですよ。肘先生、関先生、どちらもですね、英米文学時代のエピソード面白いんですよ、すごい。まあ、肘さんもなかなかね、面白い話、してくれましたけど、まあ、いずれ、うちのチャンネルにね、ぜひ出てくれることがあったら、その時にね、話していただこうと思うんですけど、実はいろんなね、つながりがあるんですよ。一回関先生とのね、飲み会で、会ったことがあるだけなんですけど、実はね、僕の同級生が、そのスタサプのシステム作ったりとか、スタサプの当時あった英語サプリかな、それのシステム開発した人だったんで、肘先生が前のデスクって言ってたかな、なんかなんですけど、ぜひですね、まあこちら見てみてください。この太さですから、この厚さって半端ないですよね。まあ最初に例題があって、で、解説があって、で、問題演習がついてるっていう感じの構成になってますね。で、面白いですね。そう、五文系の考え方、5つじゃなくてとかっていうところ、5つではなく別の考え方っていうのはなかなか面白いと思いますので、こちらもぜひ。いろんなこだわりがあって、そのこだわり書いてったら、すごい、すごい量になったってね。肘先生自体も出来上がってびっくりしたって言ってましたからね。こんなになるんだって言って。いやー、本当にね、肘先生大ブレイクして。もう参考書すごいですね、今ね。もう、ボーンと売れてますからね。先輩、ありがとうございます。という感じで、いろんなですね、実はつながりがある肘先生なんですが、今度ね、ぜひ、うちのチャンネルに呼べればなと思います。はい。その時を楽しみにしていてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.